レッジョエミリア。レッジョエミリアは、イタリア共和国エミリアイコール、ロマーニア州にある都市で、その周辺地域を含む、人口約17万人の基礎自治体、コムーネ。レッジョエミリア県の県都である。より正式には、レッジョネ・レミリア、と記される。古代ローマ時代に建設された、この都市は、当初は建設者であるマルクス・アイミリウス・レピルスの名前から、 レギウムレピディと呼ばれた。これが単にレギウムと呼ばれるようになり、転じてレッチョという地名になった。住民たちは単にレッチョと呼ぶが、カラブリア州の同盟の都市レッチョディカラブリアと区別するため、のレッチョを意味するレッチョネッレミディアが正式名称である。中世の地図ではレッチョディロンバルディアと書かれたものもある。なお、 同じ、レッチョの名を持つ二つの都市であるが、イタリア語では、形容詞型が異なっており、レッチョネッレミリアノはレッチャーノ、レッチャーナ、レッチョリカラブリアノはレッチーノ、レッチーナと区別されている。本校では、レッチョという名称で統一する、県域の中央やや北寄りに位置するコムーネ、レッチョの市街は、 モデナから西北西へ二十四キロメートル、パルマから東南東へ二十七キロメートル、マントバから西南西へ五十三キロメートル、シュートボローニャから西北西へ六十一キロメートル、シュートローマから北北西へ三百四十七キロメートルの距離にある。隣接するコムーネは、以下の通り、列ッジ級市街は、古い城壁に囲まれたことから六角形の形を、しており、 多くの建物は十六世紀、十七世紀からあるもの、ばかりである。コムーネの区域は、全体的に平野の上にあり、クロストーロ側が横切る。古代ローマ時代、レッチョは、コンソルのマルクス・アイミリウス・レピドス、ピアチェンツァからリミニへ伸びるエミリア街道の建設を、監督した人物によって建設が始められた歴史ある、チデル。レッチョは、司法行政の中心となり、最初は、 レギュムレピディ、リージアムレピディと呼ばれ、その後、単に、レギュムと呼ばれた、ローマのフォルム、フーラム、集会所であった。ローマ時代のレギュムは、セクストゥス・ポンペイウス・フェストゥス、ヒケロラにだけ、エミリア街道の中屯地の一つとして言及された。しかし、レギュムは繁栄した都市で、特権、司法権、芸術コレギアを持つムニキピウムであった。一世紀。 ラベンナのアポリナリスがキリスト教をレッチョへもたらした。313年のミラノ直霊後、レッチョに司教座の存在があったことが立証されている。440年、レッチョ司教座は西ローマ帝国皇帝ウアレンティニアヌス賛成によってラベンナへ従属させられた。4世紀終盤、レッチョは聖アンブロジウスが荒廃した都市に含めるほどに荒れ果ててた。 蛮族の侵入で後輩はさらに増した。476年の西ローマ滅亡でオドアケルの支配下に入った。489年、さらに東ゴート王国に支配された。5三3 9年には東ローマ帝国のラベンナ総督領に属すが、569年にアルゴイン率いるロンゴバルド王国に征服された。列ッには列ッ公国が置かれた。 773年、フランク王国がレッジを俗国とし、カール大帝は死を治める、総死権を死教へ与え、781年には死教座管内が成立した。888年、レッジは中世イタリア王国に譲渡された。889年、マジャル人が死に大きなダメージを与え、死教アッツォ二世を殺害した。これをきっかけに新城壁が建てられた。 900年10月31日、イタリア王ロドビコ三世は、レッチョの中心地に、カストム、カストラム、城を建てる許可を与えた。1002年、レッチョ領は、パルマ、ブレジア、モデナ、マントバ、フェラーラの閣領同様に、トスカーナの辺境白領に併合された。後に、これをカノッサ女白マティルデが獲得した。11世紀終盤か12世紀初頭にレッチョは、 自由コムーニとなった。1167年、レッチョは、ロンバルディア同盟の一員となり、レニャーノの戦いに参加した。1183年、氏は、コンスタンツ条約に署名し、氏のコンスルである、ローランド・デッダ・カリタが、皇室の称号を授与された。それに伴う平和は繁栄の時代に拍車をかけた。レッチョは、新たな法令を採用し、独自の効果を持ち、 有名な講師のいる学校を持ち、貿易と芸術を発展させた。近郊の土地の城を次第に服従させていった。12世紀と13世紀は、スコピアッザティ家とマッツァペリーニ家の対立、後には、ルッチェリ家とマラグッチ家の対立で、街頭で対立に直面する内部構想で苦悩する時代であった。1152年、レッジョはパルマと戦闘状態となり、 1225年には、モデナと戦争した。これらはイタリアでのゲルフとギベリンの戦いの過程であった。1260年、2万5千人の介護者がペルージャのインジャに引き入られて、レッジョへ入った。この事件はしばらく状況を平穏にし、信仰熱の大きな繁栄を刺激した。しかしすぐ再度議論が蘇り、1265年には、ギベリン、皇帝派がゲルフ。 強硬派の史を過去だ列調を殺害し、死で優勢となった。反主教抗争が続き、二つの新たな派閥インフェリオーリとスペリオーリが作られた。最終的に勝ったのはスペリオーリであった。そういった相次ぐ戦争の中で、1175年にはヨーロッパで最古の大学の一つ、モデナ列調へミリア大学が創立されている強硬領への併合の後に閉鎖。 セッシケ、家、ホリアーニ家、カノスサケといった強力な名家の悪用の裏を書き、レッョの行政長官は、市の統治権を3年間エステ家のオビッツォデステへ与えた。この選択は、将来レッョがエステ家のシニョリーヤ生のもとに置かれる布石となり、オビッツォは、委任統治の期限が終了した後事実上の支配を続けた。オビッツォのコアッツォは、1306年に、 レッジを市民によって追放され、800人の一般市民によって収められる共和国が作られた。1310年、皇帝ハインリヒナナセイは代理人としてスピネット・マラテスタ公を押し付けたが、彼はすぐに追放された。共和国は、数奇鏡、ベルトランド・デルポジェットがレッジを強行領へ併合たことから1326年に消滅した。死は、その結果として、 ヨハン・フォン・ルクセンブルクの総主権下へ下り、彼は、列長を、ニッコロ・フォリアーニとマルティーノ・デル、ラスから、1336年に、ルイージ・ゴンザーガへ与えた。ゴンザーガはサンナ・ザーリオ地区に下デるを建て、144棟の住宅を破壊した。1356年、ミラノのビスコンティ家が2000人の亡命列長市民の支援を受け、列長を占領した。 ゴンザーガケとビスコンティケが勢力を争う、混迷の時代が始まった。最後に、ゴンザーガケは、レッチョを、ビスコンティケに五千ダカットで売り渡した。千四百五年、パルマのオットボーのテルチがレッチョを攻略したが、未刑でアッテンドーロに殺害された。アッテンドーロは、レッチョをニコロ三世ですとへジョーとし、ニコロがレッチョの死におれとなった。死はそれでも適切な自治権を保ち、 法と独自の効果を持っていた。ニコロの後を、諸子リオネロデステが継ぎ、1450年にボル、ソデステが継承した。1452年、ボルソが神聖ローマ皇帝フェルディナント三世から、レッジオモデナ皇の称号を獲得した。ボルソの後継者、エルコレ一世デステは死に、過酷な手形を課し、詩人マッテオマリア・ボイアルドを知事に任命した。後に、有名な、 イタリア人作家フランチェスコ・ウィッチャル・ディーニが知事に任命された。1474年、偉大な詩人ルドビーコ・アリオストが郊外で誕生した。1513年、レッチョは教皇ユリウス二世へ譲渡された。1523年9月29日に教皇ハドリアヌス六世が死去した後、レッチョはエステケの元へ戻った。1551年、 エルコレ2世デステは、城壁の再建計画に沿って、市の郊外を壊した。16世紀終わり頃、有名な市のベアタ・ベルジーネ・デッラ・ギアラ聖堂建設が、奇跡が起きたとされる場所で始まった。エステア支配は1796年まで続いた、1702年、1733年から1734年の間の短期の中断を挟む。 フランス第一帝政の時代、フランス軍が死で熱狂を持って迎えられた。1796年8月21日、600名を要した区下の駐屯地が取り払われ、議会が列挙と広告の支配を要求した。9月26日、州政府の義勇軍がモンテアルゴーロの戦いで、オーストリア軍の隊列を押し戻した。小規模でも、この衝突は、 イタリアのリソルジメントの最初のものとみなされている。ナポレオン・ボナパルト自身が、レッジョ市民へ500丁のライフル銃と4つの銃を、授けた。あと、彼は、エミリアを占領し、1797年1月7日に、レッジョで建国されていた、チスパダーナ共和国の新設県都市。イタリアの国旗はイル・トリコローレ、イール・トリーコロアと名付けられ、レッジョの女性たちによって縫われた。 この愛国的な熱狂の時代、ナポレオンの同盟者であった将軍ヤンヘンリク、ドンドフスキ率いるポーランド軍の中尉ユゼフ・ビビツキは、レッジョでドンブルフスキのマズルカ、1927年にポーランド国家に制定されたを作曲した。1815年、ウィーン会議でレッジョはフランチェスコ4世へ返還された。1831年、モデナはフランチェスコ4世に対して、 反乱を起こし、レッジョは司令官、カルロ・ズッキーの下で組織された、団体枯れに続いた。しかし、3月9日にフランチェスコ4世は、オーストリア軍兵士の支援を受けて、死を征服した。1848年、フランチェスコ5世でステは革命を恐れて国外へ去った。レッジョは、ピエモンテへの併合を宣言した。サルゲーニャ王国のノバーラの戦い。 での敗退が死をエステア支配へ引き戻した。1859年、独裁者ルイージ・カルロ・ハリーに支配下にあったレッチョは、1860年3月10日の国民投票の結果新王国への併合が支持され、再度イタリア王国へ併合された。レッチョは1873年から経済成長と人口増加が進み、古い城壁を壊した。 1911年には人口が約7万人いた。強力な社会主義の伝統が育った。後のファシスト政権下では、これらの伝統と傾向から、レッジオ市民は抑圧の対象となった。1943年7月26日、ファシスト政権の崩壊は、レッジオ市民の熱狂を鼓舞した。数多くのイタリアレジスタンス集団、パルチザンが、 死の電源地帯で結成されていた。バグのボトギノ DI、セッソ、ケイドガイダ、ケースビニ、ケースマンゾッチスカラリー、ケースピロンジ、ケースベキ、コスイフィーチョラグウィート、カステルボルド、キャスタラッツォ、カステロ DI、プロトフォンタナ、カステロ DI バイオレオット、キエザ DI、バグのコディマンド、コルタクエラ、ファリアーノ、ギャバセトウ、デアルダ、ギアーダロ、グイットネディ アレッツォ、イールコントニディアイ、マーマイロロ、イールコントニディアイ、ピールマドリーナ、イールカプリーロ、イールカステロディアイ、ケイド、イールチオンソ、LA コーテ、LA ジェローラ、LA バレイ、マドンナクラファ、マーマイロロ、マッセンザテコ、マリーノコノリー、パラッチナ、パーエキアディアイ、セラ、ピーチェディアイ、サビネ、クエリシモ、ドンケデラ、ドンケッシー、サビネ、 サンバートローミサンファリス、サンジョージオー、サンリーゴ、ストツヨネプロトフォンタナ、ビーシャコーベリー、ビーシャカータ、ジンラ。エミリアイコールロマーニア地方は、宝の島とも呼ばれるくらい農産、畜産品の豊かな地方で、特にレッジョは、パルミジャーノ・レッジャーノチーズの産地として有名で、レッジャーノとは、この、レッジョのという意味である。モデナ・レッジョ・エミリア大学。 ボローニャ大学の校舎がある。マタレッチョは街を挙げての芸術教育と幼児教育で欧米及び日本でも注目されている。教育実践を紹介する書籍やビデオも多数制作されている。高速道はアウストラーダ、デルソーレを利用する。鉄道はが運営するミラノイコールボローニャ線が通る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。